カキンゲームズ。ヒカクラ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう。こう。だ。よハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカクラ2パート60の今回は、家から5000座標くらい離れたすっごいメサで探検、新要素あるかなでございます。これすごいメサなんだよね。レアなやつです。このほらつららみたいになってるのね、メサが。これが本当のメサっていうね感じのメサなんですけど、なんかあんな、あそこに、あれゲートかっていう感じで、ちょっと、そしてね、この氷とメサだからね、なんかすっごい砂漠みたいなもんなんで、メサってね、氷と砂漠がこれ隣り合わせってすごいよね。さあ行ってみましょう。なんかメサの探検久々だな。どっち行こうかね。とりあえずあのゲートのとこ行ってみるか。でメサってさ、もちろんこんなオレンジ色してるけど、あ、ウパオウパオ、茶色ウパオだ。茶色ウパオかわいいね、茶色ウパオって。あら、あ、もうバケツがないんだわ、ウパオさん。はい、茶パオ。そうそうそう、これって普通の砂なんですよ。いくよ。ほら、なんか良くない？あったかい色でさ、普通の砂よりなんか良くないですか。赤砂。そう、これ帰りさ、エリトラで飛んで帰る時もさ、これいっぱいこうやって取っとけば、なんか256段積み上げてすぐ飛んで帰れそう。これ便利だね。それもこの色の砂とかさ、この土、なんだっけこれ、土ブロックじゃなくて、これなんつうんだっけ、テラコッタだっけ、これ、テラコッタ、なんてこった、テラコッタ、パンナコッタって感じでねパンナコッタ、なんてこった、いろんな色があるんよ。で、僕的にね、昔から好きなのがこの赤、まあ赤っつっても、まあ茶色寄りの赤、この赤とこの黄色、このカレーみたいな色、これ好きなんよね。もう持てないな。赤のシュルカーボックスに入れていこうじゃないか。前回取ったお宝たちよね。よし、ほっ、これはレアだから取っとこうね。カレーブロック、テラコッタってあれで作れるんだっけ、粘土で作れるんだっけ。粘土ってあんまないじゃん、水の中探してもさ、なんか取りづらいというか。これって宝箱なんだ、ここ。おお、ね、これちょっと追加して着火すればすぐいけるみたいな。金ブロックだけもらっときます、これ。はい、これもらっていいのかないいよね、バチ当たるとかないよね。バチ当たるなんてもんはね、迷信であってね。うん、よし、さあ宝箱いきます。せーの、ファイル。うお、金のシャベル、すげえいいのついてる、エンチャント。そっかそっか、こういうのは発火剤。あ、火打ち石。ただこれね、追加しないとつかないですよね。つかないですねあー、そっかそっか。でもこれ下手したら角壊せば2個追加できんのか。試しに行ってみるのもありだけどな。このなんかちょっといい黒曜石があるのよ。本当はさ、このね、ゲートといったらこの真四角なんだけど、節約できるんだよね、これ角で。これ足りるんじゃないですかね。うわー、こっからネザー入っちゃいます。3個あればいけるでしょ、これ。ほい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 、これでいけるもんな。あ、いけるんだ。あれ、あ、これじゃいけないとか。俺このブロックちょっとあんま詳しくないんだけど、あれ、でかさ足りてない。あ、このブロックはいけないんだ。ああ、これうまく本当はネザー使えば帰るの楽なんだけどね。すごいとこ出た、すごいとこ出た。青、ちょっと待って、化石あるんじゃないこれ。もうさ、マイクラやっぱりいろんなアップデートがね最近来たから、化石ある、すげえ。俺こんなにさ、青い火がいっぱいあるネザー初めてなんすよ。ちょっと見たことはあるんだけど、すごい、見て見て、化石の骨、骨、
骨ブロック、すげえ、もらっとこ。現実世界でほぼゲットできてない。赤い森の横だこれ。それもやべえぞ、ピグリンが来るぞ。すげえ、青い日かっこいい。ただこれでそっか、ネザーも多分このマイナスが減るように帰れば本当は帰れるのかな。まあやめとこ、現実世界で安全に帰ろう。シュルカーボックスにお宝パンパンだからな。おーし、そう、今日の本題はここじゃないんですよ。メッサなんですよ、メッサ。いやすごいな、あれ登りたいな。テラコッタブロックも本当はいっぱい取って帰りたいけど、うわすごっ。でメサといったらなんか金が結構いっぱいある廃坑みたいなのがあるんだよね、メサって。あ、やべ、ベッド置いてきちゃった。え、あ、びっくりした。やばい、ベッド置いてきた。なんかこの辺だけないかちょっと見て、すぐ飛んで帰るか一旦ベッドまで。ベッドが消えたぜ。ないね。一回あの氷んとこだったよね。この辺ないっすね、なんも。金の廃坑みたいなのとか。くっ、くっ、うぃーす、うまい。飛ぶのうまい、俺。クリーパーいる。ストレイがいる。あったー、ベッド。おはようございます、ピンチでした。あぶねー。ちゃんとベッドは回収するっぺ。はい、さあそれでは本番だ。メサど真ん中から突っ込んでいきましょう。さっきちょっとそれたとこから行っちゃったんで。うっ、あれがすごいよな。ちょっとあのヒカクラ1のメサではあんまりなかったタイプだ。あれめっちゃ木生えてる。あー、廃坑みたいなのある。つうか標高高え、これすごいね。ゴツゴツしてるって、ちょっと待って、何それ。ん、これ廃坑か。なんかメサって水きれいじゃね？そんな気がすんだけど。ん？あ、びっくりした。鮭か。ほら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 。私は見逃さなかったよ。なんかこうちょっとむき出しになってる。あ、これだけか。変なの。変なの、これ。あ、あったあったあった。向かい側にあった。入り口が。やべ、俺エンダーチェストに松明入れてきたのか。こ、松明がほぼない。よし、ネザライト強い。やっぱりね、これ、ほら、アップデートも入ってるけど、金が多いんだよ。こんなさ、座標68の高さにこれ金がめっちゃあんのよ。こんなことはないじゃん、普通の、普通のところではね。やべ、マジで持てない。やばい、もう持ち物がいっぱいだ。ヒカキンさん、そろそろ帰りなさいって言われてるかのような。ちょっと一気に冒険しすぎたんよね。ってでも冒険っていいよね。冒険ってさ、悪くないよね。しちゃったよ。これだからやめらんねえんだよ。いきます、メサのお宝ファイル。おお、あ、これ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 、クローベリーだって。やった、サクランボじゃん、チェリーじゃん。レールもある。そう、レールが取れるんだよな、メサってな。これやっぱりチェストっていいよな。え、毒蜘蛛ってメサにもいるんだっけ。やば、あー、びっくりした、びっくりした、あー、危ねえ。だってあそこにチェストある。え、ちょっと待って、なんで本があんの。ちょっと待って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 、やべ、一旦これで。なんかこれチェスト燃えただろ。危ねえ、なんだよこれ。雲の音がずっとクチ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 言ってんのやめてくれよ。ほら、家に帰ってったわ。家さ、けえって言ったわ。もう何も持てねえぞ。あ、宝箱見えてたやつが燃えちゃったのか。あれ見えてたよね、さっき。燃えちゃったんだ。そっかそっか。あ、ちげえわ、ここにある。やった、頼む、新しいもん。せーの、ファイル。ドイヨ。そして、あ、松明も、もっと冒険しろってや。しろってや、俺に。ダイヤ入ってんだ、今のメサって。やっば。やば、もし、やばを通り越して、もうやっば、やっば。うわ、やっぱメサは、廃坑探検に限るな。グローベリーしかないかな、でも新しいものはな。多分、入り口付近をガンガン見ていくのが効率がいい気がするね。
一回出て、ほら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 、ふっ、いいっす、よっ、便利だね。いや今度またあのエンド行ってエンドシティでシュルカーの殻取ってきたいね。あの足りないこれじゃ、シュルカーボックスが。いやいきます、ファイブ。おお、すごい、アクティベーターレール、すごいもんがいっぱい入ってる。やべえ、なんかもうさ、進めば進むほどこれ松明増えてってる。あ、やっぱ皆さん水の色がちょっと綺麗だな。ないっすね、こっちも。さらに、あらららる、低い位置。うわ、行き止まりか、行き止まりが多いっすね。サボテンかい。一旦一段落しちゃったかも、廃校が。ちょっとこれ上登ってみるか。なんかほら異様な空気してるでしょ。なんかこの木がね、こうやってサバンナっぽく生えてるのは知ってたけど、ここまで生えてるのあんま見たことない。綺麗だな、この辺の色が、赤、白、グレー。うわ、すごっ、やばくん、キリがねえぞこれ。こんな木生えてる、さっそうと生い茂っちゃってますが、廃校はあんまないね。でもやば、もうすごすぎて、草、いや林、いや森じゃんこれ。まさにもはや森だ。キリないっすねこれ。アヨルだ。いやー、メサで寝るわ、メッサ寝るわこれ。よし、おやすみ。おはよう、ごぜう、メッサ。メッサメッサ。メサすぎて、草、森、林。よし。うー、すっごっ、なんじゃこりゃ、美しか、すごくないこれ。見たことないよ、ここまで綺麗な段差。やべえ、なんかもう待ち受けにできそう。はい、皆さんよかったらデスクトップの背景に使ってください。やば、ヒカキンと行くマイクラの旅、絶景の旅だね、すごい。あそこにちょっと廃校っぽいのあるな。あ、危ねえ、びっくりした、これ廃校だわな。うぐさぐさうわー、ミニ廃校だなこれ。廃校もどきみたいな感じ。あー、突き抜けるだけ。あ、ある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 。これ最初来たとこではないよね。そう、こうやってなんかむき出しになってたりして、チェストがポンってそのまんま置いてあることとかたまにあるんですよ。よく見ろ。これもうマイクラプロです、どうも。行ったことがすぐそのままに、なんかおかしいことになってんなこれ。あ、行きます、せーの、ファイル。そっか、グローベリー。ちょうどでもよかったね。このメサの宝箱になんか実装されたばっかりなのかもしんないね、グローベリーが。うーわ、ちょっと待って。なんかもう、四方八方全部メサだわ。これどこまで続いてんだろうね、あっちとか。ちょっとキリがないんで。今日はこんくらいにしときますけれども、メサはね。この辺の、うわ、綺麗だね、海も。メサ好きだな、俺。ちょっとなんかね、全部あったかい色だけれども。ヒカクラ。沈没船ないかな。沈没船見ながら帰るかな。もうちょっと持ち物いっぱいなんで。沈没船の中になんかコケブロックあるらしいんだよね。本当はそれ見つけたいけど、約、まあ、4500座標帰んなきゃいけないんで。あ、ほらアメジストある、すごいね。今後も全然これ来れるね、この辺までアメジスト取りに。暗視、ほんとやっぱ暗視のポーションが必要だったね。空飛びながら、なんか、海にあったら見て帰れたんだよな。海の上から。これ潜っていかないと見えないのよ。超遅いの。うわ、すごい！海の中にこれなんかあのまた、ネザーのこの、宝ある。これ宝あるんだな、必ず。行くぜ！せーの、ファイル！お、え、何今、俺イルカ攻撃した？時計。あんまいらないけど、あ、
やばい、息が、ガ、これ鉄か、なんだ、ガストの涙じゃねえのか。金の馬よら、時計、火打ち知らんから、時計、今のベチはイルカ攻撃しちゃったけ。これ海、遺跡みたいのこんなあるんだね、今の海って。ほっ、あー、や、よし、あれ、あったあったあった、せーの、ファイル。おーマイガー、危ない、ジュワー、宝、危ない、はい、いやー、うわー、馬を、うわ、あんたすごいね、この孤島に一頭のみ、あんた頑張りなね。冷たい男、あ、ちょうど夜だって、ほら一緒に寝ようかね、じゃあね。うわー、あんた苦しいね、戦いがね、人生ハードモードやね、あんたね、かわいそうにね。はい、え、おねんね、おやすみなさい。お、おはようございます。人生ハードモード。よし。そうですよ。ハードモードって楽しいですよ。それをクリアした自分は最強だ。ハードモードだな。なんもねえわ。多分最高高度までね、ブロック積み上げて、エリトラで飛べば2回で多分家つけるんですよね。うわ、氷か。びっくりした。泳いでたらこれマジで2時間ぐらいかかんな。帰んの。おお、ここにもある。これワクワクするよね。3カ所目。あれだね、やっぱり、結構あるんだね、これ。僕のほら、ワールド古いからさ、家の近くにはあんまないんだけど、行きます。うわ、大したもんねえけど、黒曜石地味に嬉しいよな。よし。ちょっと不安な音。はい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 、ここ海底神殿だね。前回かな、見つけた。いや、そう思うとマイクラなんかちょっと動けばお宝とかがいろんなとこにあるようになったね、本当に。あのネザーゲートのお宝もそうだし、なんか遺跡みたいのもそうだし、沈没船もそうだし、昔なんてね、海なんかなんもなかったからね。要素ゼロだったからね、海の中とか。マグマブロックもね、増えて楽しい海になったね。これは海の家で働きたいね。せめて一沈没船見つけたいね。またネザー、ネザーへようこそみたいな。どんだけネザーをおすすめしてくるんだ、最近のマイクラは。あった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 、開いて、せーの、まああんまいらんわな、あ、重なんない、それも。あんま捨てるもんもそんなないし、そんないらないかも。いや、あ、ピー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 、あー、危ない。やっぱ金の馬鎧だけもらいたい。じゃあ発火剤とかいらないか。はい、どうせ作れるもんでしょ。よし。キリがね。遺跡さ発見。え、何これ。あ、これテラコッタブロックみたいなやつ、やば、びっくりした。鉄火いらないか。すごっ。え、うっ、やばいって。俺一瞬超びっくりしたんだけど、見たことねえブロックだなと思って。やばいやばいやばい、トライデントの音してる。すごっ。わっ、沈没船結構綺麗なの発見。これはいい。ここにかけるしかねえな、もう。ちょっとドラウンドの巣みたいになってる。ドラウンドの要塞だよこれ。あ、待って、トライデント持ってる。危ない危ない、あんまり彼と真っ向から戦いたいと思わない。強そう。あれ、こっちか。あった、せーの、攻撃。おー、ダメだ。加速レールとかで捨てるか。いやー、多少コケがないわ。反対側にはない、これ、お宝。やばい。これさ、完璧なこういう、うわ、イカ超詰まってる。待って、まだちゃんと見てないところがあるかも。今のは1階で、このイカさんのここ、2階。3匹もいる。うわ、じゅわ。ああ、こんなもんか。
宝一家、こっちしかドアないもんね。ああ、そうなの？一箇所しかなかったわ。ヒカキンさん、そんな簡単にコケブロックは渡しませんよってことか。でもせっかくだからちょっとこう、家帰るのもちょっとだけ来るときと違うとこから帰りたいよね。え？ああ、サンゴか。一瞬これ沈没船に見えたよ。ヒカクラ！村見えてきたな。おい、この村の村人を心配することはなさそうだな。これ、こんな綺麗なの初じゃない？うわ、ちょっと、鳥肌、これ、見えなかったな、鳥肌。これ、完璧なゾンビ村だろ。あれ？ゾンビ村人が一人でもいたらもう、確実。あれ？この草見たことなくね？何？スズラン？スズランの香りみたいな、スズランってあんの？なんだこれ。一応取ってこ。ね、寝よう。あれ？全然ゾンビいないな。ちょっと怖い。おはようございます。いないね。なんか燃えちゃったのかな、もしかしたら全部。でも間違いなくここはゾンビ村です。一人ぐらいいないの？おっちゃん。新しいさ、ブロックないの？ここに。新しい雰囲気の村だな、ここ。ほら。うわ、すごい。ああ、はい。このパターンね。いやー、すごい廃墟。これ宝箱ある家は？これすごいな。いろんな職業の家があるんだな、今って。ほら、醸造台。ここだよな、宝あるの。動物もいないもんね、これ。変なの。せーの、えっ、結構いいね。まあ金のシャベルいらねえな。はい。いやー、なんかもう、盛りだくさんすぎ。せーの、ファイル、オーマイグッネス。ちょっとでかい家はちゃんと確認していこう。いやー、すごい冒険だったな。はい、もうないっすね、すごい家は。見なかったことにしよう。一応昔は人間だったのだろう。見なかったことにするわよ。さあ全力で帰るか。もう2300、もうちょっと行けばもともとね来たことあるぐらいのとこに着くね。最後までツツジブロックだけはちょっと見ながら行くわ。おお、蜂の巣があるね、この辺。本当に楽しいな、マイクラ。どんどん変わっていく。最近はめっちゃブンブンいるじゃん。ブーンブーン。今すごいもん見えたんだけど。何あれ、普通の村あれ。なんかすげえ形の家あったよな。え、ちょっと待って、ダブルゾンビ村、嘘でしょ。不吉すぎんだろこれ。これ完璧なやつだろこれは。な、どう言っても言い逃れできないゾンビ感が出てるよ。ねえ。うわぁ。廃墟だ、もはや。いや、なんか小学生の時俺廃墟攻めたなぁ。そういえば、あの、リアル世界で。せーの、ファイア！マスオさんと一緒に行ったもんだよ、廃墟。あったんで、近所に。ありました、ファイア！ゾンビさんたちは、リンゴが好きなんですかね。すごい作りだな、この家。うわ。あ、こんにちは。なんか持ってたね、あんた。え、ひまわり持ってんの？ねえ。あら。あんた心優しい人やったんやね。あら。はい。痛いでしょ。ああ、そっか。軒下から出ると燃えちまうって話で。出ないんだ。へえ。頭いいね。結構宝箱あんね、ここ。せーの、ファイル。わー、しょぼ。しょぼい村はもうしょぼいんすかね、全部。しょぼ。ウィーす。いたずら野郎です。さあ、もう、あ、結構近いわ。4000座標って近いわ。
気づいたらもう1900だもんね。一回飛べば家着いちゃうぞこれ。おお、いきなり生まれたな、おっちゃん。こんにちは。お、ここは来たことあるかな。来たことあるか、ここ村。アイアンゴーレムめっちゃいるな、ここ。うわ、裂け目。ここは新しい裂け目だね。光ゴケがあるからね。でも本当にヒカクラ2であと見つけてないのってあれぐらいな気がする。館、森のダークウォークの森にあるあのでかい館くらいな気がするかも。そう言ってた。あ、これジャングルかも。あ、ジャングルだね。え、この木変なんだけど、なんか混ざってる、ジャングルと。なんだこれ、変な木だな。おお、すげえ竹生えてる。うわ、すごい絶景だ、絶景。またしても絶景。何ここ、ゾンビいるけど。めっちゃすごい絶景じゃないここなあ、村人さん。しばきます。すごい絶景だと思う、ここ。あ、ちょちょちょ、生きてんかい。こんにゃろ。いや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 、見て、なんかすごくない？自然にできたものと思えない。あー、この太陽のその先に、オウムさん、俺帰ってきたかな、オウムさん。パタ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 ピト。あんた可愛いね。いやー、あった、いや、あった。スーンってなってる、あの出発した時のあのはしご的なやつ。やったー。なんか最後方向意味わかんない方向から帰ってきたけど、やったよ、本当に。もうエリトラ大丈夫かな、めっちゃ飛んでるけど。あ、全然大丈夫だ。いや、パートね、3回にわたる大冒険でしたね、本当に。いや、いや、ただいま、ただいま、クリーパーホーム。いやー、これいいね、目印。すごい。あそこ最高高度なんだな。なんか超平和なんだけど。いや、いや、もう世界の裏側まで行ってきたぞ、マジで。肉だってめっちゃ減ってるもん。帰ってきたぞ俺。あああああ、ただいまです。うわ、こっそりエンダーチェスト。さあ、今回のじゃあね、パート3回にわたる旅の獲得したアイテムたちを見ましょうか。全部いきます。まずエンダーチェスト、せーの、ポン。うわ、すげえ。まあ、あ、この辺持ってったものなんですけど、新しい現金、現金です、どうもって感じと、ダイヤ5個。で、これ、今持ってるの入れると6個だね。エメラルド。で、グローライカーン、15個。尖ったドリップストーン、ドリップストーンブロックとかね。で、次。ふっ！アメジストブロックも相当あります。で、ウパオが、全部で6匹かな、ウパオ。あと銅の延べ棒とかね、粗いディープスレート、滑らかな玄武岩、崩壊石、発光する炭袋とかね。で、最後これかな。あ、ウパを9匹ぐらい捕まえてるわ。で、銅鉱石、玄銅などなど。そしてこれだね、今日。うえーす、あれ、え、嘘でしょ。え、あー、びっくりした。あ、これだ、これこれ、グローベリー、グローベリーですね。いやー、本当にすごい旅でした。とは言ってもね、まだね、新要素の粉雪とか苔ブロック、ツツジは取れてないので、今後もね、また機会があったらどっか取りに行きたいと思います。ぜひぜひたくさんのアドバイスコメント、リクエストコメントお待ちしております。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ。その他、私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok、ミルダンもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。うん、バイ。